待たせいたしました。ここからは関市の PR タイムです。今日は関市から関新年大使の皆様にお越しいただいています。新年大使の皆さん、ステージの上にお願いします。
なんですけど、グルメブースもあるんですが、こちらでは関牛乳と関市特産の果物を使用したタピオカドリンクを販売しております。関の味が詰まったドリンクですので、ぜひ皆さんご賞味ください。はい、ありがとうございます。とっても楽しそうなブースですね。私もぜひ後で行ってみます。最後に、皆さんの関市の好きなところだったり PR ポイントを順番にお願いします。関市では抜け川温泉やマーゴの湯といったすごい体が休まる場所があるので、私は結構そこが好きなところです。抜け川温泉、私も見たことあるんですけど、とっても温まりますよね。はい、皆さんもぜひ行ってみてください。いかがですか？自然豊かなところと、すごくみんなアットホームなところが私は好きです。人もあったかいと、温泉で温まってあったかい人に出会って、とっても素敵な街ですよね。ありがとうございます。青山さん、お願いします。ドラマでも紹介されてるんですけども、たくさんのグルメがあって、本当に市では何を食べても美味しいので、ぜひ皆さんも食べていただきたいです。はい、ありがとうございます。特に好きな食べ物とかありますか？関市のグルメで。やっぱり鮎の塩焼きが大好きです。今のシーズンちょうど美味しいですもんね。ありがとうございます。ぜひ皆さん、とっても魅力のある関市にぜひお越しください。では関市で